静寂の中で弾いて矢を撃ってみると、礼儀作法であるとか的に当たった感覚がやはり気持ちがいい、それに自分の鍛錬っていうかですね、集中できるっていう感じが今の仕事とかそういったのに結びついてくるんじゃないかなと思ってます。そう語るのは九州電力佐賀支店リッチコミュニケーション部の徳永裕二さん。九電グループの縁の下の力持ちの一人だ。佐賀で働く九電グループ社員を紹介するズームアップ九電グループネクスト。今回は低脱炭素社会の実現を支えるベテラン社員を紹介します。徳永さんが所属するリッチコミュニケーション部は、発電所が立地している地域の方々とコミュニケーションを取り、不安や疑問の解消に努めることが主な仕事。水力発電所や原子力発電所の運用に関する情報をはじめ、当社の事業活動に関して、地域の皆様に分かりやすくお知らせし、ご意見を伺っています。発電所の安全安定運転をはじめ、九州で事業を継続するためには地元とのコミュニケーションが欠かせない。まずですね、地域の皆様に、九電グループの事業内容を理解して、そういった低炭素で持続可能な社会の実現に向けてですね、信頼していただくことが重要だと考えています。発電時に二酸化炭素を出さない環境に優しい発電方法である水力発電や原子力発電の必要性など、九電グループの取り組みについてご理解をいただくためにですね、フェイス2フェイスの丁寧な対応を続けています。長年営業総務畑を歩んできた徳永さんでしたが、去年佐賀支店のリッチコミュニケーション部に配属。初めての部署でも落ち着いて仕事に打ち込めているのは、高校から続けている弓道の教えがあるからだという。弓道って矢をまっすぐですね、飛ばすために下半身をどっしり構えておかないといけませんので、いくら上半身でこう弓を引いても的に当たらないということがあります。まあ仕事も一緒でですね、そういった丁寧なコミュニケーション、そういったのを継続するということ、またお客様と信頼関係を築いて、発電所などがまあ安全安定にですね、運転できるように基盤を作ることが重要な仕事だと思ってます。何でも土台がしっかりしてないとできないと思いますので、そういったところで弓道とつながっていってるんじゃないかなと。プライベートでも地域の人たちとの交流を何より大切にしている。どの地区にもいらっしゃると思いますが、地区の体育協会の理事を6年ほど務めておりまして、お祭りや運動会など年に8回ほど行われる行事の運営などをしています。仕事以外で築いた地域との信頼関係もですね、当社とお客様をつなぐコミュニケーションの大切な土台の一つだと思っています。公私ともに社会に貢献することが信条の徳永さん、目標は何ですか？世界的な問題である、地球温暖化の進行を止めるために、二酸化炭素の削減に貢献していきたいと思います。仕事においては、電気を作る側の人間として、電源の低炭素化に向けて、自分に与えられた使命をしっかり果たしていきたいと思っています。これからも、この石垣のようにですね、縁の下の力持ちという気持ちで、励んでいきたいと思います。